日本が核恫喝に耐えられるか、核っていうのは使う道具じゃなくて恫喝する道具じゃないですか、どういう恫喝で中国が日本恫喝できるか、一つだけ通用するのがあるんですよ。琉球の主権を放棄しろっていう恫喝、琉球は日本じゃないっていうプロパガンダずっとやってきてるし、先住民族だっていう韓国だって出されてるわけじゃないですか。琉球王国という日本から独立した国だったと、沖縄の観光地どこ行ったってそう書いてあるじゃないですか。福建省から渡った人たちが琉球を作った、日本はいい加減に琉球の主権を放棄しろと、こういう論法で、そうじゃないと核ぶち込むぞと、落とされた時にはどう反応しますかっていう。はい、皆様こんばんは。こんばんは。本日キャスターを務めさせていただきます、中村悟です。私、赤嶺剛と申します。よろしくお願いします。はい、赤嶺さん、はい、初出演よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。はい、赤嶺さんは今年の3月まで、県立高校 の、うん、教師をやられたというふうに伺ってますが、はい、今は何されてるんでしたっけ。はい、3月まで高校教員として、活動してましたが、4月からは教育コンサルタントという肩書きで、個人的に動いています。はい、赤嶺さんとの出会いは未来へ紡ぐという、去年沖縄初公演、去年8月ですかね、はい、今年また10月にこれからやる予定ですけれども、うん、それを沖縄公演を、はい、引っ張ってきて実行委員長をやって、はい、それを実現されたと。そうですね、ということで、ありがとうございます。そういった縁で、はい、今もいろいろ実行委員会でいろいろ準備されているとお伺いをしているんですが、はい、それの詳しい話はちょっと次回の番組でちょっといろいろお伺いしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、で今日はですね、ここ1週間ちょっといろんなびっくりするようなニュースがいろいろあったので、うん、ちょっとそれをちょっとお伝えしたいと思うんですけれども、はい、7月26日宜野湾市長がホテルで死亡、病死か公務出張中東京と、はい、ということで、宜野湾市長が突然、26日の午前中、私の耳にも入ってきてですね、はい、捜査の結果を待つしかないんですけれども、うん、はい、この結果また宜野湾市長の選挙が行われるんじゃないかな、うん、と思うんですけども、はい、政局いろいろ動いて大変じゃないかなというふうにちょっと思います。はい、私こういう民の思うんですけども、例えばですね、私埼玉に住んでたんですけど、はい、埼玉の市長が誰がなったって何か変わることありますか。沖縄にいたら、川越市の市長がね、例えば、はい、他の市町村の、はい、県外の市町村の、10万人20万人ぐらいの市長が、うん、選挙って言ってもそんなに大きなニュースにならないじゃないですか。そうですね、ここ普天間基地のある宜野湾の市長が誰になるかで、うん、日本の安全保障が大きく左右されるわけですよ。なるほど。だから同じ市長選挙だけど、はい、この誰が市長になるかっていうこの一票の重みが、実は宜野湾市民の一票と平均的な国民の市長選挙の時の一票の重みっていうのは実は違うなっていう思うんですよ。そうですね、だこれ県民とか自分たちの一票は重いなっていう自覚で持って投票してほしいなってちょっと思うんですね。そうですね、なかなか沖縄に住んでるとこういった隣の市町村という感覚になるんですが、ただ、日本全体的な広視野というんでしょうか、そういう広さから見ていってもかなり大きな市長選挙になるんだろうなというのはぜひ皆さんにも感じてほしいですよね。大きいですよ。選挙のたびに必ず全国のニュースになりますからね、宜野湾の市長選挙、日本的にもかなり有名な市じゃないですかね。うん、そうですね、普天間のある宜野湾市ということで、政府も大きく、次宜野湾の市長選挙どうするかというのは、うん、やっぱ自民党本部の方も必ず何か関わっていろいろ考えているでしょうから。そうですね、もう大事件でございます。これまた必ずしっかりとですね、保守系の市長を守って、はい、次の知事選挙の方に持っていかなければいけないかなというふうに思います。うん、これはヤフーニュースとかで、ヤフーニュースで、はい、大きなニュースになったと思うんですが、玉城デニー沖縄知事、フジロック出演、基地問題を自分ごとにトークライブで訴えと言って、はい、こんな格好で知事が出てるんですよね、これ。公務ですよね。公務ですよ。はい、こんな公務やる知事って見たことないですよ、私も。もう全国でも真似じゃないですか、こういったのは。こんな、はい、この金髪の人誰なんでしょうね。ちょっと考えられないですね。県議会でもいろいろ追及は受けてるんですけども、はい、新潟まで行かれたんですね。玉城デニー知事は28日、新潟県で開かれた音楽イベントフジロックフェスティバルでトークライブ、アトミックカフェに出演した。米軍が関わる事件事故が多発する沖縄の現状を訴え、被害者を自分の家族や友人などに当てはめて考えることで国民として何ができるのか自然と思い浮かぶと思うと強調、考えることを止めてはいけない、
沖縄の問題を県外の人たちが自分事として捉える必要性を訴えたと。で、玉城知事のフジロック出演は2019年以来5年ぶり。司会でジャーナリストの津田大輔、やっぱ出ましたね津田大輔さんは5年間の変化について質問したと、もろもろありますが、はい、どうですかこの感想、ご感想は。松川首相が亡くなった後ですよね。そうなんですよ。そのタイミングで出演する意味が本当にあるのか、沖縄の知事としてしかも参加しているので、そういった立場というのをもう少し考えてほしいなというのはやっぱ感じますね。そうですね、はい、松川市長が亡くなったけど何も関係のないような感じで ね、私思うんですけど、この米軍が関わることを自分事として考えてほしいと、はい、あるんですけども、はい、これよりもっと大きい自分事にしないといけないことが実はたくさんあると思うんですよね。うん、例えば北朝鮮による邦人拉致。あ、なるほど、うん、そうですね、うん、これ、はい、実はですね、沖縄県も政府は認定をしてないんですけれども、はい、拉致による犯罪だっていうことを可能性を排除できない失踪者、なるほど、これ警察庁が発表してるんですね。うんうん、で沖縄県30数名、まあ、毎年前後するんですけども、うん、33人か4人ぐらいいるんですけど、はい、人口比率で計算したら石川県に次いで2番目の多いんですよ。なるほど。実はいや、これはちょっと私も初めて聞いたので、うん、沖縄の場合、はい、漁船ごといなくなっちゃうんですよ。漁船ごと拉致されてる。でこの漁船で拉致された場合に、はい、例えば10人乗ってたとするじゃないですか、はい、届け出してるのはもしかしたら2人かもしれないですよ。なるほど。届け出を、はい、親族が届け出をやめたらもう数にもならないですから、本当はもっと多い可能性が、なるほど、 あると思うんですよね、はい、そっちの方が沖縄県民も特定、北朝鮮による拉致の、ね、うん、めぐみさんので、まあ、有名なあのお母さん一生懸命荒れてますけども、はい、こっちの方こそ沖縄県民は自分事として考えてほしいと思うんですよ。米軍による事件事故っていうのもありますけれども、沖縄県民による犯罪も当然あるわけじゃないですか。そうですね、もうそれは絶対ありますね、人口比率で考えたらどっちが多いですかね、沖縄県民による犯罪と米軍による犯罪。もうこれを言うとちょっといろいろあると思いますが、明らかに沖縄の方が起こしている犯罪の方が多いですよね。沖縄から犯罪なくすためには沖縄県民が全部いなくならないと、はい、犯罪なくならないっていうことになると思うんですよ。あえて言えばあの地域協定で、まあ、捜査権が及ばないとかね、うん、そういうところはあるかもしれないけど、はい、これはこれでまたちょっと別に話しますけども、はい、地位協定ってあの米軍が日本に来た時の地位協定考えてますけども、はい、自衛隊が他国に行った時の地位協定って考えたことあります？この話になると、あの私が高校生ぐらいの時に PKO とかが出始めた頃に、そうそうそう、少しこう地位協定話したかなというのは思うんですが、うん、もう自衛官がですよ、はい、例えば中東のどっかね、イスラムの国に行ったと、はい、で婦人自衛官がいると、はい、人前で足見せちゃいけないとか顔見せちゃいけないところに行ったとすると、うん、でそれを破ったって言って向こうの法律で鞭打ちの刑になるか分からない、まあ、そういう刑になったとしたらおかしいじゃないですか。そうですね。だからならないように地位協定は必ずあるはずなんですよ、はい、うん、なるほど。要は軍人が国家の命令で他国に行った時には、はい、この軍人はその国の法律で裁かれるんではなく、軍事法廷で、うん、自国の軍事法廷で裁かれるっていうのは、これが世界共通の問題なんですよ、うん、なるほど。じゃあ日本軍事法廷ありますか、はい、聞いたことないですね。ないんですよ、はい、だから逆なんですよ、自衛隊の方がおかしいんですよ。なるほど、うん、例えば公務の時に万引きしたと、うん、仮にですよ、で帰ってきたと、うん、後で万引きしたのが発覚したと、はい、でどの法律で裁きますか。これは普通日本のも法律あるんですか、うん、外国での犯罪は日本の法律を適用しないですよね。なるほど。そうなると外国の法律で、でもそれは地位協定で適用しないですよね。なるほど。砂漠法律がないってことになっちゃいます。はあ、不平等じゃないですか。そうですね。そっちの方を解決してからじゃないと、はい、地位協定のことを言っちゃいけないと私は思うんですよ。なるほど、うん、だからこれは軍事法廷っていう概念がないから、はい、この問題っていうのは起きてると思うんですよ。自衛官が海外に行ってなんかね、事故を起こしたりとかなんかやった時に公務でね、うん、じゃあそれ向こうの国の法律を裁くべきだって言えますかって話なんですよ。いや、これは絶対言いたくないですよね、うん、そういったことは、うん、はい、まあ、ちょっと話ちょっと飛びましたが、いやいやいや、まあ、こういうことを基地問題を全国の問題にしようとしてるっていうこと自体、はい、これはねちょっとねおかしな話で、米軍基地は横田にもありますし、そうですね、横須賀にもありますし、はい、三沢にもありますし、あちこちにありますんで、はい、言っちゃいけないなというふうにちょっと思います。そのような中、フジロックから帰ってきたら、はいはい、今度はフジロック行った時に、今このニュースではあの面会をしてますが、はい、その前日に沖縄でレセプションがあったらしいですね。福建省ご一行が沖縄にやってきたらしいんですよ。なるほど。でいろんななんかレセプションとかなんかやって、はい、そこに玉城知事は欠席したと。あ、そこに
まあ、フジロック行ってたからですね。フジロック行ってたから気づいたんですよ、はい、あ、もしかしひょっとして会いたくないからフジロック行ったのかななんてかなり優しい捉え方ですね。台湾に気を使ったのかななんてね。ああ、なるほど。台湾に嫌われたくないしな、福建省になったらまた台湾に嫌われちゃうしなと思って会わなかったのかなって、ちょっとこれぐらい希望、これぐらいで希望を持ったんですけど、はい、ちゃっかりちゃんと帰ってきて忙しい方ですね、ちゃんと会ってるんですが、はい、これがね私大問題だと思って実は、うん、まあ、29日に会って福建省のトップ周素玉って、まあ、日本語読みだ、そうですね、周素玉って呼ぶんですが、はい、この福建省のトップの先輩は習近平なんですよ。あ、実はそこにつながるわけですね、うん、でその時やっぱ沖縄何度か来てるみたいですよ、うん、習近平が福建省のトップの時にも、うん、なるほど。福建省トップが知事を訪ね経済や文化面などで交流を深める重要性について話し合った。習氏は那覇と福建省の復習市を結ぶ直行便の就航について早期就航開始をともに促し、うん、両省県の人的交流を推進したいと意欲をしました、うん、人的交流ってなんですかね、工作員を送り込むのかなって思っちゃうんですけども。なるほど。でここからが爆弾発言ですね、はい、習氏は福建と沖縄はまるで親戚のような関係だと感じた。民間風俗や歴史文化などで共通点があり両省県の友好交流の重要な基礎だと話したと。どうですか、はい、どうですか、まあ、これあの歴史的に久米の方の36世とかにあの福建の方が来てるのは多分沖縄の歴史の授業とかでも聞くとは思うんですけど、民間の風俗や歴史文化に共通点があるというそこに関しては何が共通ですかね。もう全くちょっとピンとこないんですが、何ですかね。福建省の大学でエイサー大会やってるんですよ、はい、エイサー大会大学生がですか。そう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 、そのうちエイサーは中国から来たって言い始めないかなって私はしててですね。なるほど。エイサー大会とかね、やったりしてますよ、はい、まあ、琉球新報載ったりとかしてますけど、要は彼らからすると久米36世っていう人たちが明から渡ってきて作った国が琉球だっていう、そのもう言語も習慣も風俗ももう大陸と琉球はもう寸分違わないぐらいそっくりだっていう濃いストーリーがなるほどあるんですよ。それを主張してるんですかね、向こう中国で。そうですよ。なるほど、うん、琉球は古来から中華民族の一員だって言ってますから、はい、なるほど。民間風俗歴史文化ってもう どこが沖縄の歴史と福建省の歴史が一緒だっていうね話なんですけど、いやいや、ね、こういうことを言いに来てるんですよ。またそれをちゃんと記事に載せるっていうのもおかしいですね、うん、今後の踏み込んだ交流について、はい、とても深い自信を持つようになった。また踏み込むんだって。何を踏み込んでくるんですかね、これから。もう歴史じゃないですかね。歴史と、はい、地域外交、沖縄が外交権を持つような方向に持っていくんじゃないですか、うん、あら、沖縄県がですか。沖縄県が地域外交ってやってるじゃないですか。そうですね、地域ですからね、うん、地域外交もうそのうち条約を結ぶんじゃないかな、なんか勝手に。沖縄と中国でってことですか。福建省、福建省で、はあ、まあ、覚書きという形で結ぶことはいろいろできるんですけども、うん、本来地方自治体には外交権ないんですけど、はい、もうすでに持っちゃってるんですよなるほど。これ独立性の一歩ですよ、はい、これ危険ですけど。なるほど。だ外交権というのは普通は国家ですけども、ね、地方分権で地域外交で、うん、地域外交課まで格上げですよね、あっという間で。地域外交方針というのも出してますから。うーん、なるほど、出してます。で玉城知事はバンコク診療の考えに基づいてグローバルなビジネス拠点を作り出すことに取り組む考えを示し、福建省と沖縄の交流がこれから日本と中国両国の平和と安定に貢献できるよう、我々も地域間の外交に精力に取り組んでいきたいと話したと。もう知事がそういうふうに言っちゃったわけですね。でこれに、はい、外務省でも地域外交は認めてるんですよ、はい、ただそれは文化と経済ですよ。なるほど。基本的に、はい、ところがここにはね、平和ってのが入ってるんですよ、うん、そうですね。平和っていうのは文化でも経済でもないじゃないですか、うん、安全保障じゃないですか。そうですね。だからこれは越権行為なんです、本当は。あ、なるほど。平和なんか考えちゃいけないんだ、地域外交本当はね。平和ってことは安全保障のあり方に口を出すってことじゃないですか。なるほど。だからこれはやっちゃいけないですよ。でここでまた、はい、あの琉球新報の解説ですが、沖縄県と福建省は琉球王国時代から交流があり、福州市には琉球人の船員や留学生らが埋葬された琉球人墓などがある。1997年には友好証券を締結した。昨年7月には玉城知事が福建省を訪れ習氏と会談をしたと、うん、こういう流れで今後の台湾有事にどのような影響があるかっていうのを考えないといけない。そうですね。いいですね。で、あの
このちょっと質問なんですけども、はい、先ほどこの福建省の方は今の習近平さんも関わってたところなんですけど、この習さんという方は何か習近平さんとも関係あるんですかね。同じたまたま名前姓なだけですかね。ちょっと調べないとわからないですね。もしかして親族かな。そうだったら怖いですね。そうですね、関係してたら怖いですね。これちょっと尖閣の問題に変わるんですけど、これ中央気象台、中国の気象庁ですね。ああなるほど、はい、気象台、はい、ここで長行通ってどこだかわかりますか。尖閣諸島なんですね。大釣島のことですか。大釣島の天気、はいはい、天気予報をやってるんですよ、はい、中国で流してるってことですか。いや、やってますよ、ずっと。これ当たり前のようにってことですか。もう2000日本政府が国有化したのと同じ日に天気予報を始めたんです、はい、中国省台は。逆に日本でやってますか。日本やってないですよ。やってないですよね。やってないです。私やってくれって言ったけどやってくれないですよ。陳情一生懸命あげたんですけどやってくれないですよ。長与党は、はい、中国はどこの省に属するって言ってるかご存知ですか。なんか流れからいくと福建省かなと思っちゃったんですけど、うん、その後福建省なんですよ。ああ、福建省の長与党なんです。この流れからいくとそのうち沖縄の天気予報は出すんじゃないですか。琉球の天気予報やるかもしれないですね、その時高橋城はね。はあ、怖いですね。だこの時に福建省と仲良く会うということは、福建省の一部として天気予報をやっている国に対して平和的に有効かっていうんですよ、うんうん、なるほど。経済交流とか結びつきとか言うんですけど、はい、まあ、流れ的には長業党は共同開発しようって話になりますよね。琉球と福建省で共同開発しましょうってなるじゃないですか。なるほど。琉球の方が近いからいろいろね、お互いのためにいいことになるんじゃないのと、福建省もお金出すから一緒に何か開発、油田開発でも何でもいいからやろうっていうふうになった時に、はい、玉木知事なんて言うかって話ですよ。だこういう感じでかなり水面下でガツガツやられてると思うんですよね。この福建省庁は実は5月に来る予定だったんですよ。あ、5月にで、はい、まあ、ちょうど、まあ、5月に連休明けぐらいに来るんで、うん、ちょっと待ち構えてたんですけど、はい、来なかったんですね。でそれは福建省で水害があって、はい、水害で来れなかったんです、はい、で延期になって今回やってきたんだけども、はい、うん、福建省って台風が台湾通過して福建省に上陸したじゃないですか、はい、台湾、まあ、台風3号のこと。そうですね、まあ、中国語で訳すると核ビって書くらしいんですけど、なんか固有名詞ですね、はい、の影響で福建の 76.69 万人が被害を受けたと。これは中国の新聞ですよ、これ。あ、日本語に訳してますが、はい、まあ、福建省人民政府の洪水、まあ、こんな様子で、これ中国の新聞でこんだけ災害があって77万ぐらいの方が被害を受けてる中 で、うん、で今回中国も、はい、あちこち洪水だらけだから、習近平もなんか緊急声明みたいなものを出すぐらい大変な状態になってるんですね、はい、そのような中福建省庁沖縄に来たんですよ。お、なるほど。おかしくないですか。よっぽどこの福建省庁は上の方から多分命令を受けてて、福建省の人民の救済とか技術なんかどうでもいいから、とにかく沖縄に行けと、はい、もう優先順位が福建省庁の人民よりも沖縄に行くことの方を優先してやってきたんじゃないかなと思うんですよ、この客観的に見ると。ただタイミング的にはそうですよね、うんうん、だから私来ないと思った、はい、台風が上陸した瞬間、うん、あ、今回2回目も延期だなって思ってたら、うんうん、来たのって思って、福建省どうなってるかなと思ったら、やっぱ洪水で大変なことになってるじゃないですか、うん、76万被害を受けたってことは、それだけ本当は福建省内ではやらなきゃいけないことがあった、ね、福建省でもう陣頭指揮取って、はい、人民の、うん、まあ、パフォーマンスかもしれないけど、うん、人民の被災を受けてるところもあって、うん、政府が必ず救出してあげるからなって言って、うん、やるようなことをやらないといけない時期、そうですよね。なのに沖縄に来たんですよ。それもなんかたくさん引き連れて、レスポーションしてお祭りなんかしてる場合じゃないじゃん。そうですね、多分ね、はい、今回沖縄に行ったことは中国で報道されないかもしれないね。貧縮買うから。そうですよね人民を助けずに貧縮買うからね、はい、でも後から出すと思いますよ。琉球特権は昔から仲がいいとかね、うん、その頃には台風というものよりも琉球と福建の仲という、うん、ストーリーになるわけですね、はいはい、じゃあこれが一番私危険だなって思ってて、はい、うん、まあ、この間あの矢野義明先生呼んで、はい、抑止力の話したじゃないですか、はい、結局日本が核恫喝に耐えられるかどうかっていう、核ってのは使う道具じゃなくて恫喝する道具じゃないですか、うんうん、その恫喝をするときにどういう恫喝で中国が日本恫喝できるかって考えたことあります。いや、全くそれはないですね、うん、多分靖国参拝したら核撃つぞって言うかって言ったら言わないですね。言わないですね。台湾が独立をするぞって言ったら、うん、台湾を中国が核恫喝すると思いますか、うん、彼ら自分の国ですよ、うん、はい、言うわけはないですよね。ないでしょ、はい、一つだけ通用するのがあるんですよ、はい、琉球の主権を放棄しろっていう恫喝。そっちから来ますか。琉球の主権をいい加減
まあ、そのために十何年間琉球は日本じゃないっていうプロパガンダずっとやってきてるし、先住民族だっていう韓国だってもう6回出されてるわけじゃないですか。そうですね。その先住民族の根拠って分かります？はい、どういうことか、歴史的に言うと琉球はもともと琉球王国という日本から独立した国だったと、なるほど、っていうのは先住民族の前提ですね、これ沖縄の観光地どこ行ったってそう書いてあるじゃないですか。そうですね、確かにそうですね、首里城行ったって、首里城のホームページ見たって、琉球はもともと独立した王国であったって書いてますよ、独立した王国だったけど今日本に属しているってことはどういうことですか、植民地支配ってことですよ、はい、なるほど、福建省から渡った人たちが琉球を作った、そこにつながっていくんですか。だからそこにつながるんですよ、だから福建省と仲がいいって言ってるわけじゃないですか福建省から渡った人が琉球を作って文化も歴史も共通だと、はい、なるほど、だから彼らはもともと明の時代から中国に、明とか清に朝貢している中国の属国だったのに薩摩を侵攻したり、はい、琉球処分をしたりして琉球を奪ったと、で彼らは基地も押し付けられて差別をされて独立を一生懸命頑張ってるんだと、玉城知事は一生懸命頑張ってるんだと、我々は玉城知事を応援をすると、日本はいい加減に琉球の主権を放棄しろと、こういう論法ですよ。そうじゃないと核ぶち込むぞと、落とされた時にどう反論しますかっていう。これは今中村さんの言葉として今聞いたんですけど、ええ、もし中国がそれを本当にシナリオとして作ってるんであれば、これとんでもないことですね。作ってますよ。作ってるんですか。いや作ってるから私言ってるんですよ。そういう論調で作ってるんです、はい、ずっと。これは歴史そのものがもう全部変わるってことですね。首里城は、はい、あの中国のプロパガンダのために作られたあのモニュメントですよ。じゃあこれからまた新たに誕生する首里城っていうのは、もっと真っ赤になるんじゃないですか。首里城って、はい、どういう予算でつけたか分かります？もう燃えちゃった首里城の。ああ、1990年代の。うん。祖国復帰20周年記念ですよ。あ、20周年です、うん。日本に復帰した20周年の、はい。はい、ために政府が新たな国立公園、本当は海湾記念公園があるから、一、はい、つの県に二つの国立公園作っちゃいけないんですよ、法律では。そうですね、だけど、はい、首里城公園と海湾記念公園を一つの公園だということで、一つのチュラシマ財団が関するじゃないですか。そうですね、はい、これもうウルトラシーで特別に二つ作ってやったんですね。なるほど。これを作ったんだけど、はい、でも祖国復帰の20周年でウルトラシーで作って予算出した国立公園なのに、うん、沖縄もともと日本じゃなかったっていうモニュメントできちゃったんですよ。おかしくないですか。これじゃあ首里城の復元の頃からもストーリーができてますよ。あの頃からやってますよ、うん、あの頃。これはすごい歴史かけてますね。沖縄がもともと日本じゃなかったっていう歴史が作られたのが1967年からですね。そうだ、祖国復帰する前の、 即時無条件全面返還というスローガンと一緒に、はい、琉球処分という言葉が政治利用されるようになったじゃないですか、うんうん、そうですね。それまでは政治利用されたことなかったんですよ。あ、だ沖縄、はい、だ毛沢東が沖縄県民の愛国心を利用して、はい、沖縄は最初の祖国復帰公言のスローガンは、うん、祖国復帰には難しい理論はいらない、我々は日本人である、もう以上なんですよ。だから祖国日本復帰するだってなったんだけど、はいはい、1967年に佐藤総理大臣が訪米して、はい、沖縄に基地を残して復帰するとなったと、うん、でこれは豪作仕掛けた毛沢東があってか中国共産党からすれば計算違いなんですよ。沖縄県民の愛国心を利用して沖縄の復帰運動を盛り上げることによって、東京の安保闘争と連動して日米安保を破棄して、その間に自分たちは核兵器を開発をして日中国交回復も実現させて日本を全部乗っ取るという、そういう計算だったのがすごいんですね。で沖縄の復帰という釣り餌で日米安保を破棄しようと思ったら、はい、釣り餌である沖縄の復帰だけ取られちゃったわけじゃないですか。なるほど、うん、でその次今度仕掛けたのは、はい、今度180度ひっくり返して、うん、沖縄は日本にいわゆる植民地支配をされたんだっていう、もう180度逆の方向にその時から今度は歴史工作が始まって、で琉球処分とか沖縄は薩摩侵攻って昔言わなかったじゃないですか。そうですね、聞いたことなかった、うん、薩摩の琉球入りとかね、慶長の入りとか言ってましたよ。なるほど。薩摩侵攻というのだったのも最近の話で、その間もずっとやられてるわけですよ。なるほど。今本屋さん行ったら今のこういう、はい、中国が喜ぶようなストーリーの歴史しか本屋さんに行ったってないじゃないですか。確かに薩摩侵攻と言われた瞬間に分断ですよね、日本、同じ日本の国民なのに、うん、そうだから本当なんとかの駅じゃないですか、はい、ああ、なるほど。もしくは九州、豊臣秀吉の九州征伐って言いますよね、はい、うん、なるほど。九州侵攻って言わないですよ。言わないですね。昔の琉球王朝が奄美とか
行った時も西伐って言いますよね。あ、なるほど。機械島、機械島西伐とか、うん、奄美西伐って言ったかな、まあ、もしくは、うん、あの先島の方行って西伐するって言うんだけど、だ進行って言わないですよ。進行って言ったら侵略になるから。そうですね、うん、それは征伐って言ったら、うん、そこには正義があるけれども、うん、侵攻って言ったら侵略っていう言葉で、それは認められない用語にこうすり替えられてるんですよ、知らない間に。この知らない間に今度はもうこうなっちゃってるから、うん、琉球の主権放棄しろってやった時も反論できなくなるところまで来てるわけですよ。なるほど、うん、そこが怖い。これ50年とかっていう時間をかけてここまで放棄してるわけですね。そうそうです、そうです。それの刈り取り時期に来たっていうところは私興味感じてるところ。そろそろじゃあ刈り取り時期、はい、うん、もう今刈り取らないと、刈り取る時期がないっていうね、まあ、向こうの国力もあるし、うん、経済もガタガタだし、うん、台湾だけ取るっていうのは難しいんですよ、うん、台湾と沖縄一緒に取らないと。なるほど。だから沖縄に関しては政治工作で取る、うん、台湾に対してはある程度軍事力で取るっていう、こういう計算だと思いますよね、うん、だから沖縄はあんまり鉄砲の弾とか飛んでくる前に気がついた時には、はい、何が起きてるか分からない間に、うん、インターネットも遮断してテレビも映らなくなって、うん、何が起きてんだろうっていう間に、世界には琉球の人たちは独立して中国に帰ってきた万歳みたいな、片足踊ってるような動画だけ流されるはって思ってますよ。もうデニーさん昨年踊っちゃってますよね、先に。うん、うん、ああいう映像流して琉球独立万歳って動画作って流すかもしれないですね、はい、ついに日米の植民地支配から脱却した、百数十年ぶりに日本から移したぞって、これから中国と仲良くして東アジアの平和の拠点になるんだみたいな感じ。このシナリオなんだろう、あまりにも完璧すぎるんで、今話聞いてるだけでも、うん、これが動いたらもう何もできないまま沖縄だけ取られるともなりそうですね。もう同活だけど終わりですよ、はい、だから核武装を急がないといけないって言ってるわけです。なるほど。核同活に対しては核武装でしか、そうですね、だから沖縄から決して沖縄を中国に渡さないように核武装を急いでくださいっていうことを沖縄から声上げないといけないっていう。今の中村さんが喋ってる内容っていうのは玉城知事は想像してますかね。してないですよね。会ってくれない。なるほど。何度も陳情してるけど会ってくれないから、はい、これはちょっと耳傾けないと、本当に沖縄の将来というんでしょうか、沖縄の未来がどうなるかという、本当に語りきれてないまんま、うん、なんかどっかの国のものになっちゃうということになりそうですね。もうみんなチベットウイグル送りですよ。綺麗の海はみんな中国共産党の幹部の別荘なのかなとかね、うん、思っちゃったりしますけどね、まあ、ちょっと暗い話しましたが、まあ、そうならないために私たちは、ね、いやいやいや、はい、ずっと運動してますんで、正しい歴史を知ってこそ正しい未来を築けるんですよ、はい、間違った歴史信じだったら間違った未来の方向に行っちゃいますからね、うん、まさに今、ね、ストーリーがそうなりそうだと聞いただけでも恐怖です、うんうん、沖縄いつから日本ですかって誰も答えられないですからね。そうですね。特に沖縄の方はそういった沖縄いつから疑問もすら持たないですよね、うん、もともと日本じゃなかったけど、じゃああなた、うん、琉球人って言ったら、いや日本人って言うけど、いつ日本人になったんですかって言ったら、はい、誰も考えたことないですよ、うん、思考停止状態になってる、うん、ずっと日本人っていうことは昔から日本人ですよ。で集団帰化したわけでも、どっかでね血が混ざってどうのっていうなんかやったわけでも、人種改良をやったわけでもないですしね、だから昔、まあ、日本人だったら昔から日本人と言わないといけないと思います、うん、はい、そんな感じですけど、玉城デニーの、はい、復権省庁との面会、はい、これはちょっと今後どのような影響が出るかっていうのをしっかりウォッチして、ね、はい、また県の方にも正しい圧力をですね、かけていかないといけないかなと思います、はい、はい、赤嶺さん今日はどうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。